なるべくあのアイドリングとか、なんか排ガスとかをなるべく少なめにすることができることかなと考えてます。なるべく停車してるときはエアコンとかつけないようにしてます。僕はあんまり特に意識してないです。車の中に水素タンクを積んでまして、そこから水素を取り出すのと、あとあの空気中の酸素をですね、取り込んで、燃料電池の中で電気を起こして、その電気でモーターを動かして駆動力を得て走るという形になっている車ですね。水素はですね、当社の場合でいきますと、まあ、2つありまして、LNG 液化天然ガスを解出して、液化天然ガスの中からあの水素を取り出す方法と、あとはあの工場の中でですね、化成ソーダを作る工場なんかがありまして、化成ソーダが作られる過程で水素も一緒に作られるんですよ。あの化成ソーダ工場で水素ができるんで、その水素を岩谷産業なんかはあの購入してですね、それを精製して液化してと、で、まあ、このステーションなんかに持ってきて、車に充填するという形になってますね。車の性能速度はこの燃料電池車もいわゆるガソリン車も今同じレベルのものになっているそうです。この車の最高速度は175キロ。燃料電池車が走行中に排出するのはあの水だけですね。大きな利点としては CO2 二酸化炭素を全く排出しないこと、一番の欠点といえば水素ステーション、水素を充填できるところがガソリンスタンドに比べて圧倒的に少ないことですね。この未来に関して言えば、一度水素をいっぱいに入れた場合には650km 走ることができます。これがガソリン車と比べてどうかというのは、まあ、比較が難しいんですが、分かりやすくお金の話をすれば、だいたいコンパクトカーで走るのと同じぐらいの燃料費で走行することができます。2015年度内で、国内海外合わせて700台の生産となる見通しです。国内で400台の予定となっております。で、来年2016年度内では、年間で2000台、でその翌年度には3000台の販売になる見通しなので、その頃にはもう少し皆さんの目に触れる機会が増えると思います。